僕からいきますかね。はい、こんばんは。ワンナップゴルフのお時間でございます。平井博明、これから動画を撮っていきたいと思います。今回はですね、スイングスピードを速くするっていうことについてですね、動画を撮っていきたいと思うんですが、スイングスピードを速くするために何をしてますかっていうことをまず答えていただきたいんです。で、平井はいつも振ってるんで、これ以上上がりませんってことは、逆を言えば皆さんはそんだけいつも余裕があって振ってるんですかっていうこと。うん、平井にはそんな余裕はありません。常にマックス9以上だからね、ドライバー。そうだから、10にしたらナイスと曲がるが半々ぐらいになるって分かってるから、9イコール10なんだよね。それじゃ上げらんない、怖くて。だからもうほぼほぼ限界で振ってるんだよ。そうで、よく聞くのが、振れません、振りたいけど、振りたいけど振れない理由やっていい。大事でしょう、大事でしょう。平井博明のワンナップゴルフ、振りたいけど振れない理由やります。ゆっくりいくね、分かりやすいように。手振るからグリップ、はい、これは振れんの、これは、あ、これは振り遅れちゃう。音が全然違うね。違うでしょ。これヘッド。振れないでしょ。ピュンっていうのとポンって。そうでしょ。全然違う。違う。もう結局遠心力がかかってればかかってるほど振れてる証拠じゃない。だけど、近づけたら遠心力ってかかんないよね。そう、手元を振ろうとしたらこうやってなるのよ。そうすると結局こうやってなってくると、クラブヘッドって振れないのよ。だからスピードを上げるんだったら、とにかくヘッドを振らなきゃいけないんだよね。今日のレッスン、女性の方なんかも同じことだったの。振れないって言うんだけど、その振っていただく動きにしたら振れたわけよ。手元を止めてくださいって言った。で、ヘッドをこうやって動かしてあげたら、とにかくこのこうやればやるほどいい球が出たっていう人だったの。そうだ、フォロースルーのこの3時の位置で左斜め後ろにヘッドを向かせてくださいって言ったのがあって。そう、悪い時ってこうなんだ、こうやって。そう、それをこうやってやったの。そう、それだけ。めっちゃいい球出てたから。だからそういうヘッドの走らせ方もあるし、とにかく走らない理由がある。うん、その理由っていうのが、このグリップと両肘のこの三角形、この三角形のスピードが速すぎる。ああ、そう、振れてる人ってここの三角形のスピードが遅いから。あ、そうなの。そう、ここがしっかり止めないと、そう、走んない。そう、ヘッドが動かない。そう、それをちゃんとやってんの。そう、だから自然とこうやって溜めて、こうやってる時にここって加速しないんだよね。そう、ここが一番やっぱ動いてる。逆に止めなきゃ、そう、ダメだ。そう、前出ないじゃん、うんうん、だからそれで前出た瞬間にもうすかさずパンって右通してあげる。はいはいはい。そしたら加速乗るからね。だからここが一番力んでる。なるほど、ね。うん、その動きをやってあげるとスピードって速くなる。これはすごいヒントが詰まってるね。まあ速く振れるだろうね。しちゃんと押せる気がする。そうスピードっていうよりも、うん、押す感じが分かる気がする、うん、単純にスピードだけを速くしようって言ってたって絶対なんないから。そっか、力入れてる。そう、力入れるだけだから、こうやってやるだけだからね、うん、引いちゃったりこう下ろしちゃったりするから、うん、とにかくこう結果ヘッドがこうなってればいいっていうことだから、じゃあそれをどうやってやろうかだから、したらちょっとこう手元を止めながら、こうやってヘッドこうやってダランってこうパンってこうやってやんなきゃいけないのね。あれ、なんかでもあれだね、意外とそのヘッド動かせっていう割に手止めろとは言ってたけど、そんな具体的に言ったことないで、実はないかもしれないね。そうだね、うん、あら、だって平井はやらないことだから。やらない、常にやってるから。あ、別に意識はしない。意識してない。もう疲れちゃうんだけど言っていい、また、うん、少なからず、うん、手首ダメとか言うでしょ、使ってる。平井は全力でこうやってるからね。あそこでそんなに。そうだよ、これでアドレス取るよ。こうやってやってちゃんと体使うよ。こうやってなるでしょ、
で遠心力で腕が引っ張られると、こうやってなんでしょ。そう、わかんない。これだったらさ全然わかんないでしょ、やってるけど。そう、これで もう一回戻すね。角度そのままで戻したらこうだから。何やってるかって言ったら、なそうフェース面変えないで、これはダメ。ああこうこうまっすぐ内側にいちゃダメなの。内側にいっちゃダメ、こうやっちゃダメ、うん、そうこう。それをインパクトで全力でやってるから。でもさ、ここの三角がさ左にずれなければさこうなるんだよね、うんうん、これずれたらできないんだよね。あこうなるから、はい、そう相当な力でこうやって押してるからね、うん、結局ヘッドスピードを速くする話なんだけど、うん、押せてるかの話になるわけ。あそっちになるねそっちに なるね、うん、ちゃんとヘッドでボールを押せてるかどうか、あのごめん話変わっちゃうんだけど、うん、よくさヘッドスピードの話は出るじゃん世の中で、うん、押せてるかってやっぱり俺らはもう最近押せてるかの動画ばっかやってるからさ、うん、普通なんだけどさ、うん、押せてますかっていう動画って何やろ。聞かない。えワンナップじゃ普通なんだけど、うん、押せてるかどうか押すってない。聞かないね。なんか当たるとかさ、うん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 、弾くとか、うん、あるけど、うん、押せてるって、うん、ちゃんとヘッドでボールを押してますかっていうないよ後ろから、うん、僕らの中じゃ普通になっちゃってる。普通になっちゃってるめっちゃくちゃ強いから押す動作って。だからあれなのかな、ヘッドスピードも速く見えるっていうか。ああそれはあるかもね。43だけど、まあでも43よりちょっと速くは見えるよね。ああいや全然、うん、いい音も鳴ってるだろうし、少なからず俺やると思うんだよな。みんなやってるけどダメって言われてるから言ってないみたいなことこれあんじゃねえかなと思うけどな。えでもあれ以上ダイモンで撮ったやつも本当はもっとヘッドスピード速いのに、うん、わざとヘッドスピードを遅く表示させてるからミート率が良かっただけでしょ。なんてことを言うのってコメントあったよね。あった本当はもっと速いんだろう。うん、なんかあれもなんで俺らが数字いじんなきゃいけないの。嘘、間違いないの。使い方わかんないしね。そう、使い方わかんない。触れてないからね触れたことないから。俺ら機械触ってないからね。ああああ、その仕組みも分かんないし、分かんないね、うん、で別にいいんだよねそんなのは。だって本当に打ったのと手打ちと同じ機械で測ってんだから、うん、あそうだね、別にどっちでもいいんだよ。あそうだ、両方バグってれば。両方バグってた、うん、じゃあいや違う両方いいんだよどっちだって、うん、ね、うん、そうだね、そう距離が変わんなかったっていうことだけだからね。俺とトール君が間違いない、ね、いじってたとした、ね、そうなの。だから両方いじってんだからいいんだよだ、ね、もしいじってんだったら、だからね、そうだよね、片方いじって片方いじってないと、ね、そう問題だけどね。そうだね、そう同じ物差しで測ったのか。そうそんなとこはどうでもいいのすけだからいいんです。そう、ごめんなさいちょっと脱線しました。いやいやいや、だいや大事なとこ、うん、うん、うん、そういえばワンナップじゃもう普通になっちゃったけど、うん、あんま言わねえなと。そうだね、押してますかっていうのはあんまないね。何それってなるよね、うん、押し込むとかはあるけどね。あそれは伝わってるのかな。あアイアンのあれであるね。そう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 、うん、押し込む、その押し込み方はめっちゃくちゃ詳しくサロンの方で動画を 撮りました。あれは保存版でございますし、もう公開はしないでくださいとオンラインサロンメンバーの皆様にお伝えしてあります。それぐらい大切な大切な、あれ多分ワンナップ師匠一番じゃない。うん、そうだね、それぐらいだよね。そう、それぐらいの、まあ、押し込み含め、あれ押し込みなんだ、押し込みも入ってる途中で、ね、あのこれが押し込みなんだけどっていうセリフで言ってるところがあるんだけど、ああそれが押し込みなんだと思って見てた。あ自分でまあそれぐらい詳しく撮らせていただきましたけども、まあそういうボールの押し感っていうのがすごい大事です。でそれはグリップよりもヘッドが追い越そうとしてなかったら、もしくは追い越してなかったら押せないんです。グリップよりもヘッドが後ろにあったら押せないです。押したら下に行きます。そうこうやってこうなって初めてこっちに押せる、うん、そこを理解していただければゴルフは簡単です。原理原則とかそういう言葉のものは僕ゴルフではほとんど知らないんですよ。そういうのやってきてないんで分かんないんで、
全然知りませんけども、もう単体に普通にこのクラブがどうやって動いてっていうのはこう感じて動くものと、あとはこういう風に当たったらちゃんとボールが飛んできますよっていうのはレッスンでは必ず教えられますので、そういう興味がありましたらですね、ぜひレッスンの方に来ていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。